魔王は王国に攻め込み、お姫様を見つけました。さあ、魔王ならどうする？なんでお姫様が僕なの？どこ連れてくの？二人とも。では答えをどうぞ。はい、コロ先生。脱毛処理からマッサージ、ネイルのお手入れまで完璧にして返します。はい、糸野くん。姫よりも俺の方が強いと証明してみせる。戦うの？二人とも分かってないな。にゅ、ここでの答えはそうじゃないよ。おっと、ここで赤い悪魔も参戦。では答えをどうぞ。まず魔王軍の技術で本格的にあれを取って、それから毎日なんで取ろうとするの？カルマくん、10ポイントです。見ちゃダメ？ん？何してんの？危なすぎる水着見つけちゃった。だったらってなんで着てるの？すまない渚くん、止めたんだが女性用なのに装備できちゃったんだよね。さすが渚くん、だいぶ面白いな。お前嬉しくないよ。奥で宝箱見つけた。あっ、はあ、すでにどうにかされてる。なんかすげえ可愛いんですけど。いいね、これは高く売れるよ。やめてよ中村さん。ようやく決心したんだね渚君。早速取りに行こうか。絶対に取らん。あれ、これ助け出せてないか？ところにお姫様なんていないのに。いるじゃん姫。無理だよ、そもそも僕男だし。でもお姫様っぽいの、ここには渚姫しかいないじゃん。キスとかしたことないし。ほら、茅野ちゃんが一生起きなくてもいいの？それは嫌だけど。なんで僕まで？なんで女子より似合ってるのよ。